はい、こんにちは。松尾修造のこれを知ってますなんですけど、今日はですね、ハガキが来ておりまして、ペンネーム、夢見る、少女じゃいられないさんからですけどね、松尾修造さんは、いつもどういうふうにネタを探してるんですかというね、ハガキなんですけどね、そんなん来てません。一回こんなんやってみたかったんですよ。ハガキが来てね、なんか言うみたいなね、そんな一枚も来ませんね。1枚ぐらい来てもいいねんけど なあるわけないか。今日の松尾修造これします。読書週間世論調査ということでね、好きな作家、著者の方ということでね、1位はこの東野圭吾さんというんですかね、この方がもうダントツ1位ですね。確かに面白いですね。それから、2位が島亮太郎さんね、3位が村上春樹さんなんですね。村上春樹さんもっと上かな、あの東野圭吾さんと一緒かなと思いますけど、4位が松本清張さん、5位が五木ひろきさんと宮部みゆきさん、それ7位が池波正太郎さん、8位が西村京太郎さん、あ、9位に桃田さんね、桃田直樹さんと、それから藤沢秀平さんというのが来てますね。はあ、なるほどね。14位には林真理子さんとかね、11位には瀬戸内寂聴さん、寂聴さんとか、それから、17位は夏目漱石さん来てますけどね。なるほどね。この11位のですね、池井戸潤さんっていうのは、あの半沢直樹さんのね、ドラマのあれの原作者らしいですけどね。今日の松尾修造これしてもさ、好きな作家のベストランキングでございますね。はがきの方お待ちしております。どうもどうも松尾修造でございます。ありがとうございました。失礼します。